ドラカン、瀬戸熊ドラカンしてんじゃん。おい、えバイツモでドラカンしてる。嘘だろ、バイツモでドラカンしてる。あるよこれ。いや小銭にも買ってほしいけど、瀬戸熊あるよこれ。ありますね。ウッパマ3枚いる。貼った貼った、同じ町、同じ町、やば。積もったら裏市か一発、一発で優勝。ウッパマンあるよ、3枚いるんじゃない。積もっちゃった、積もった、裏市、裏市で最強位、裏市で最強位、伸びた。マジか、バイツも満たしちゃった。やっメンタンツもドラロック、もうやば、やば、バイツも条件やば、マジか瀬戸熊すげえな。いやバイツも条件満たしちゃったよ。いやマジ感動した、俺久しぶりに感動したマージャン見て。こだけど俺は小銭に対する思いもあるから、小銭が今でこそさ芸能人がマージャンをやって感謝するなんてあるけど、小銭はもともと女優でさ、女優だった小銭がさマージャンプロになるっていう企画に乗ってくれたわけよ。その頃小銭はタレントさんやってればいいのに、マージャンをやることで、当時若い女の子なんてあんまいなかったから、いろんな思いしたんだよね。下手くそだのって言われたと思うし、嫌な声も聞いたと思うんだよね。その小銭が最初に嫌な役を受けてくれたんだよね、タレントさんがマージャンをするっていう。それで、まあ、俺が、まあ、役としてね厳しく教えて、瀬戸熊が大丈夫だよっつって、大井は厳しいけど言ってることは確かだから、言うこと聞いてれば強くなるよなんて優しく、瀬戸熊がね小銭に優しく教えるなんつって、うん、そういう番組があったのさ。それで小銭ちゃんはデビューしたんだわ。うん、で俺はさちょっとしたことでさプロ連盟を辞めてさ、なんたもとを分かっちゃったけどさ、結局今になってさ、俺は小銭ちゃんのこともずっと応援してきたし、瀬戸熊のことも今でもライバルと思ってる。その二人がねこうやって戦えるのはすごい見てて幸せだね。うん、俺がそこにいないのは悔しいけどさ。うん、いや瀬戸熊のすごかったのは、今自分がな M リーグで、まあ言葉悪いけどもどうしようもねえんだよ瀬戸熊今 M リーグで。うん、チームも悪いし自分も悪いし、でリーグ戦も降級しちゃったし、で瀬戸熊にとって初めての挫折が今なんだよな。うん、で俺昨日メディアから取材していただいてさ、その時にね瀬戸熊さんに一言ってみんなに聞かれたんだよ。で俺は正直に言ったよ、 M リーガーがね瀬戸熊一人にしちゃってごめんと。それから今ライデンがダメだったりリーグ戦がダメだったり、ここでね俺と最強戦を戦うことで何か一つの復活のきっかけになってもらえたんだと思うんだよ。うん、だからそれで俺がその場にいなくなっちゃったことを申し訳なく思うっていう風に全部答えてきたんだよな。うん、それがねこんな形でね俺の後にね瀬戸熊が優勝するなんてね本当に熱いね。うん、あ瀬戸熊に LINE、 あいつが俺が最強位取った時の LINE が、最強位おめでとう、かっこよかったよ、ゆっくり休んでねだったんだけど、今度俺は返しとくわ同じようなことを。うん、ああマジで俺小勢 M リーグで見てえもん。単脈線ありがとう、瀬戸熊さんの大井さんへの感動に感謝にまた泣いた。マジか、こんな感謝そこだけ聞かねえと、そこだけ聞かねえとやっぱ俺は前に進めねえわ。ちょっと待って、これきついな俺。ちょっと待って、トヨピちょっとよろしく、これちょっと泣けるな、ちょっと待って、これきついな、無理だよこれ無理だよ、瀬戸熊大泣きしてんだもん、これ無理だよ、見れねえよこんなのちょ待って、これ無理だよこんなの、ティッシュ、無理だよこんなの、マジなんだよこのコメント、無理だろう、こんなんだから人間じゃねえだろう、ちょ待って、なんだよこいつ、こんなの無理だろマジでよちょっと待てよ、無理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 、これやめよ今日配信。ああ瀬戸熊直樹おめでとう、瀬戸熊の麻雀は面白いんです。
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。